喧嘩してたんちゃう。うん、確かに。でもなんかさ、うん、今思えばさ、なんかもうちょっとゆうちゃんに優しくしてあげられてたらなってすごい思う。うん、いつもこれ言う。ほんと、ほんと思う。え、なんか、まあ、私も悪い原因があったんですよ。え、あれ、私も悪い原因があったんですけど。うん、あった。あったんだけど、でもりーちゃんは結構、うん、もうゆうちゃんなんとかあかんとかみたいな、まあ、結構私を悪い風にしてくるんですね。ね、それはさ、そうだったじゃん、もう、うん、リーはなんとかあんとかだからみたいな、うん、で、ちょっともう一緒に住まなくなって、うん、ちょいちょいとやっぱなんかゆうちゃんごめん、リラもなんかもうちょっと大人になればみたいな。マジ思う。かわいいよね。そう、私がもうデレデレだったんだよ、りーちゃんにね。うん、ユーナが論破されるの正解。もう土星論言われて、はいって土星論言われるけど、うちももううーんってガチャッカしちゃうから、うん。でもさ、一緒に住まなくなってから喧嘩したことないよね。ないかも。ないないない。りーちゃんが本当愛媛来なかったらさ、うん、どうなってたんだ。確かに。うん、それはもう別れあるもんよ。だってなんて別れてからよく分かるもんよ。うん、でも本当、まあ、確かにね、とどみはなんじゃ。うん、そうかもしれない。まあでも良い思い出だね、本当。うん。まあ明日のショールーム見てください、皆さん。うん、そう、いつもゆうちゃんが謝るの。いや、もうリラ頑固ババアだったから。いつもだいたいゆうちゃんが謝った、ね、でもうん、かな。でもやっぱ気強い人ってすごいなって思った。鼻水出てるの、ディスってるように聞こえるけど、なんか自分の意思があるって言ったりとか、自分の意思がある、まあね、言ったら、うん、なんか兄ちゃんはなんか自分で決めれるけどさ、いろんなこと、うん、自分で決めれないからさ、ゆうちゃんが、うん、友情がとかじゃなくて意思がない、うん、でもさ、この1年で意思はついたでしょ。うん、割と、まあ、勇気はいるよね、割とね。でなんだ、卒業決めれたことがだいぶ変わったかも。ああ、そうなんだ。うん、確かにそれはでかそう。うん、そう、1379日、ありがとうございます。すごい、何年やってる？3年4年くらい。3年5月くらいで4年かな。わあ、すごい。でもちょいちょい休んじゃうけどね。桜降ってるルームが、お花見、え、お花見行ってたでしょ。花見行った、今日行った。どこ行った？上野。どうだった？綺麗。綺麗だけどまだ満開じゃなかった。やったやった、ある。行きたいけどさ、なんか雨降るからさ、しぼんでそう。なんか土曜日があれらしいよね、なんかあのピーク、今週の、うん、土日がピークって聞いたけど。桜が、うん、おらん、こっちおらん。じゃあ月曜日。じゃあって何？なんか今日ね、上野行ってね、昼、うん、昨日中目黒行ったの。うん、めっちゃ行ってるやん。そう、なんかまだ早そう。そんなことない。
なんか全然なんか中目黒の方は全然なんかそんな半分ぐらいしか咲いてなかった。そうだよね、でも3月後半じゃない？うん、わかんないけど、でもねめっちゃプン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 いい匂いがしてたよ、上野公園の屋台は。ねー、そう、どっちかというと屋台メインだよね。プンプンしてました。よいしょとかね、なんかおでんとかも売っててびっくりした。今の屋台っておでん売ってんだと思って。わかんない、東京だけかも。東京だけかな。誰かさ屋台だけ付き合ってよよ。どこがあるの上野？なんか屋台あるとこってどこなんだろう。上野とさ、上野とあとあれじゃない、芝公園とかじゃない？東京タワーのところ、うんうん、とかどこだろう。あと上野しか行かないからな基本的に、桜見るとしたら。うん、うん、桜見たいな。ちっちゃわないといいけど。浅草ってさ屋台あんの？うん、浅草はさ、うん、屋台出てる時あるよ。そうなんだ、枯れる前に見に行きたいな。うん、そうね。代々木公園、ああありそう。ああ代々木公園。広そう代々木公園。うん。うま。ああ代々木は出店出したらダメらしい。へえ、そうなんだ。屋台はないんだ。じゃあもう上野だね。うん、上野なんだ。なんか行きやすそう。上野ってよくニュースで見たよね、うん、屋台とか。あ、ピクニックお花見してるのよく見て。うん花見かピクニック。なんか今日行った時さ、うん、なんかいっぱい売ってたよ。おでんでしょおでん、とうもろこし、フルーツ飴、うん、となんか牛タン串焼きとか、うん、なんか焼きそばとかも、とりあえずなんかみんなが好きそうな屋台の間のいっぱい売ってた。いいなぁ、来た。でもなんかさ上野公園歩いてたらさ、お花見の時期になんかたまにメンバー見る。うん、うん、なんか見る、たまに上野公園、うん、歩いてるの。わかんない、気のせいかもう知らんけど、なんか見る。うん、いそう。え、ご飯食べたの今日？うん、あ、そう、さよなとご飯食べてたから食べましたよ。うん、そういうことか。はい、ハマセね、ハマセ。ハマセ、仲いいじゃないですか、最近。うん、 LINE してるけど、なんかさ自分のキャパがないとやっぱ LINE が返せないことが分かった。今キャパがない。嘘、マジで帰ってこないとき帰ってこないよね。うん、なんか明日も朝リハがあるの。うん、あと何も起こしてないから、うん、なんか自分で同時進行できないんだと思って。うん、なんか今日もシンポジだったからさ、うん、なんか終わってからじゃないっ
となんかもう一個のことを覚えられないから、うん、やっぱ熱覚えてなくて夜やるんだけど、まあでも人間そういうもんですよね。あれだよね、うん、ね、器用な人はそんないないと思ってる。うん。なんかコメント欄来てないよ。なんか。なん。また一緒に住みなよ。来てる。いつからしいです。いつか。住む気ないやろ絶対その回答。いつから。一人一部屋絶対あるなら。うん？一人一部屋あるなら住みます。らしいです。貴重なコラボ配信ありがとうだって。コラボなのかなこれ。うん、明日はちゃんとコラボ配信ですよ。確かに。なんかいっぱい。でもさ、人と一緒に住みたい。やっぱ一人寂しいわ。まあやっぱそうなるよね、わかる。そう、なんか人ん家とかにも泊まりに行かないからさ。なんか寂しいですね、うん、一人だと。わかる。そう、でもりーちゃんのおかげで一人の時間が大事ってこともわかった。うん、それはよかった。いいことです。良かったです。一人時間ずっといい。やっぱ一人の時間っているもんです、うん、大事だよ一人の時間は。なんか話し相手が欲しいよね。うん、なんかりんちゃんって人によってはさ、聞く専門とさ話す専門があるじゃん。うん、どっちかというとりんちゃん話す方が好きなんだと思うよ。そう、ずっと話してるよね、なんかずっと話してる、基本。そう、かまってちゃんなんで私結構、なんか基本的に、うん、そうだね。ずっと喋っちゃうね。程よい距離必要だって、間違いない。でも今すごい程よい距離感だよね。そうだね、別に毎日も LINE しないし、別に超高頻度で会うけど、うん、会った時に食べる、うん、確かに。なんか友達ってよりかはなんか本当に家族みたいな、なんかうん、なんかそんな感じだよね。いつ会ってもなんかあんな感じみたいな。うん、なんかさ、久しぶりに会ったらさ、人見知りとかさする人とかさいるじゃん、たまに。ないよねそれ。別にないないし、うん、なんか気も使わない別に。うん、確かに。ただ一回寝たら起きないことだけちょっと問題かもね。この人5分寝るがもう本当に 6時間くらいだから何倍だよ本当にすごい、本当に逆にすごい、もうその起きないのが。なんでだっしょかね。感動するよね。しかもこんな痛そうなソファーでずっと寝てた、ね。痛いよ、リーちゃんお風呂入りなよって言っても、無視。あれ、26日公演、2公演。
お願いします。お願いします。すごいね、声いっぱい出てるじゃん。うん、なんかね、いっぱい出てるんだよね。まあ、でもありがたいけどね、もうアイドル終わっちゃうから、いっぱい出れるの。眠り深いんじゃない？誰が、私が？うん。でもゆうちゃんって寝起きさ、いいよね。うん、でも本当にね、2、3時間だと、うん、めっちゃ機嫌だし、全然起きれない。ああ、そうだわ。ゆうちゃんってあれだ、全然睡眠時間ないと不機嫌になる人だ。そう、正解。めっちゃ不機嫌。なんか自分で起きても不機嫌ってわかるもん。なんか2時間、3時間だと、うん、夢なのか現実なのかわかんなくて起きれない時がある、結構。うん、脳みそ変になってるんだけど、でも本当睡眠時間短いと不機嫌です。うん、あ、ついてる時。ガキ。ガキ。うちも。お腹空いてる時マジ不機嫌。そう、本当もうこれで何回喧嘩したか。もう本当にお腹空いてる。でもさ、違う、一緒に住んでたらやっぱご飯って一緒に食べたいじゃないですか。うん、待ってたりするんですけど、そう、不機嫌になっちゃう。大人にならないと。本当に大人ですよ。もうだってさ、うちらももう21と22でしょ。うん、ひーちゃんがもう21なんだ。だって一緒に住んでたの18、19の時だよ。やばくない？え、そうなんだ。そんな前か。そうだよ。そっか、そんな前か。うん、全然ガキンチョじゃん。そう、ただのクソガキなんよ我ら。うん、そりゃ喧嘩するわ、ね、初めての状況だしね。うん、本当にこれはもうリーちゃんのおかげで私は上京したからね。岐阜から出ないって言ってたもんね。えっと、絶対岐阜から出れないと思ってたから、うん、いやもう感謝ですよ、それは。ありがとう。全然、だからまさかさ、なんで一緒に住むってなったんだっけ。もう覚えてないんだよね。リーちゃんがめっちゃ東京行きたいってなったんじゃん、覚えてる？うん、うん、でもまあね、あの家賃とかもさ高いからね、うん、高いから半分にしたら安いんじゃないみたいになって、うん、でなんかじゃあってなったんで。そうだね、リラが行動力やばかったから、あの時。そう、すごかった、マジで。もう本当にすぐだったよね、割と。うん、決断力すごかったから。まあ、家選びをもうちょっと頑張ればよかった。いや、本当だよね。なんであの家にしたんだっけ。本当に、あっ、次マジで。家選びあんな雑に決めるなんて、もう。ね。ダメだ。でも、あれで学んだよね、一応。いや、まあ、あれがあってこそだよね。うん。あれはもう人生の30ページぐらい刻まれたわ、あの期間。いやマジであの家はなんか本当謎だったね。ね、なんで逆にあそこ紹介したんだろうね。いやなんかさ、不動産屋さんのセンス疑っちゃうよね、今考えたら。いや変だよね、あそこ。えさ、もうちょっとさ、あの、うん、なんだよ、東京から離れてもよかったからさ、うん、ちょっといいとこ住めばよかったよね、絶対ね。本当思う。救急車とかの音すごかったしね。消防署だっけ、消防署だっけ。うん、消防署やばかった。えでも本当にやばかった。
え、なんか何個か候補をなんか提示されてない、ほんとここだけ、なんかここはいかがでしょうかみたいな、なんでってなったよね。いかがでしょうかっていうか、ここにしましょうみたいな感じだったよね。もう、あ、もう決断だったの。そうだから、18の19の小娘にはよく分からんから。あー、でもそれはあったかもね、絶対。うん、ありそう。舐められてたんか。でも初期費用はめっちゃ安かった記憶ある。安かった。まあでもしかも家具とかも2人折半だったからさ、うん、めっちゃ安くはすんだけどね。まあ懐かしいわね。うん、なんかでもたまにね、うん、そのリラが行ってる皮膚科がその私たちが一緒に住んでた時の最寄りなのね、うん、皮膚科が。うんうんうん、だからたまに行くんだけど、うん、そこに前住んでたところに、うん、なんか買い物とかさ絶対一緒に行ってたじゃん。そう、何に行けばいい、薬局とか。なんかそうだね、そこの道通ると日高屋とかあったじゃん。あった、なんか日高屋とか通ったらなんか、あ、なんかエモエモってなるとかさ、よくさ、なんかお菓子屋さん、そうそう、買ってたさ、チョコレートが売ってるさ薬局とか行ってたよ。生チョコでしょ。 生チョコだっけ。そうそうそう、あれ好き、めっちゃ食べたわ。そうとか通るとなんか、あーエモいなーって。あとあれ、なんかさ美味しそうなさ、なんかパイタンのさラーメン屋があったじゃん、いつも並んで結局行かなかったところ。うん、そことかなんで行かなかったんだろうなって思いながらいつも通ってる。なんで行かなかったんだろう。そうすごいね、行列。そう、行列昼間になるとすごい並ぶね。なんかラーメン屋さんがあったんだけど、結局行かずじまいでしたね。確かにあんだけ住んでて行かなかったね。うん、とかね。うん、ほんとでもあそこに住んでたのは謎だな。うん、謎だね。エピソードです。うん、エピソード。掘れば掘れば何とでも出てくるよね。うん、何とでも出てくる。もうだから明日多分4時間くらい話せるんちゃうかいっていう。いや、ほんとそう。いや、ほんとに全然もう明日いっぱい聞いてください。もう一緒にいるときにまた多分ちょっと言い合い始まると思うんですけど。いやもう大丈夫、喧嘩はしないよ。あ、喧嘩、もうヒヤヒヤするかもしれないけど別に喧嘩はしない。ただ、うん、ただのもう思い出話し合いだから、あの時はこうだったよとか言うだけだから。うん、楽しみに。本当、そう、そうです。うん、喧嘩はもうしないんじゃない。いや、しないっしょ、さすがにしないと思う。世に出してないやばい話とかいっぱいあるだろうな。あるよね。あ、めっちゃあるよ。アホみたいに。世に出せない。世に出せないね。出せない。マジ、あの病気。病気、本当に病気。いや、マジで世に出せない。世に出せない。これはでもリーちゃんもあるし、私もある。うん、でも本当に世に出せない。世に出せない。いや、いっぱいはないかもだけど、世に出せない話はマジで覚えてる限りは何個かある。うん、そうだね。うん、それはもう私たちの2人の思い出ですよ。墓場に持ってきます。墓場に本当に。でも最近さ、めっちゃ沖縄行きたい、
話したじゃん沖縄の話、うんうんうん、めっちゃ沖縄行きたくなっちゃってめっちゃ沖縄の Vlog とか YouTube で見るんだけど、うん、なんかそうなんか沖縄の写真見返してて懐かしいと思って、うわ行ったね一緒に、うん、でもあれがさ初めての沖縄旅行で今んとこ最後の沖縄旅行だから、うん、沖縄行ってたまらん今。誰と行くの？一人あの楽しめるあのねあのいいちゃんいいちゃんいあのいいちゃんあーマネージはい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 あ違いますあのはいえ誰、はい、まあまあそこはまあまた今度話しましょう、うん、あ、男じゃないですよ、本当にもうこういうとこういうのあんまよくないですから男じゃないです、本当にあのファンの人はわかる、ファンの人からいつも見てくれいつも見てくれてあれでしょ、はい、あのいつもあれでしょとか言ってあの方でしょうん、え、だから知ってる人で知ってる人、うん、そう、いいちゃんねよかったうん、はい、女性女性がちゃんともうこういうのめんどくさいから女性あそうこの間泊まってたねそう去年の誕生日お祝いしてくれたりとかいつもいる人です、はい、マジ女マジ女女マジ女でいやでも本当に沖縄って車ないと不便だねえマジ車ないと生きれませんあの、うん、あの国はあの国は本当にバスも送りますし足ないと大変ですねうんそうだねりーちゃんと行った時は足があったから足いましたね私の友達がそう元気してるあーでも最近連絡来た本当何してんのってうんもしあれだったら足に使っていいよ気まずいわこっちが気まずいわ足に使っていいよ、うん、いやオープンカーに乗りたいのオープンカーを運転したいから最高じゃん最高だよねでもさそんな強いに行ったらさでもさあの一応さ一個言っとくけどさ沖縄のレンタカーってめっちゃ高いらしいから気をつけてねうんなんか調べたけどめっちゃ高かったそうなんかこの前なんか誰かが1週間借りるだけでなんか20万かかるみたいなえレンタカーえやばとかなんとかかんとか言ってた気がする、うん、から稼ごうゆうちゃんでもやっぱちょっといいホテルありたいじゃん。うん。うん。なんか。そうね。いっぱいあるからね。今沖縄もいいホテル。うん。オーシャンビューがいい。オーシャンビュー。うん。いっぱいあるよ。本当。うん。全然行く日とか決めてないのね楽しみずっと楽しみもいいじゃん楽しみはあった方がいいよまあじゃあ5月岐阜帰るとき言うわうんマジで岐阜タンメンが食べたいうん食べようマジで本当にもう大好きすぎてマジで美味しいよね本当に美味しいよねマジでうまい本当に美味しい。しなんかね。え聞いてでもさニャンチがさあんだけ懐いて。うん。でさニャンチがあんだけ懐いてたのに。うん。もう全然かまってくれないの。あらまあ。え本当に部屋にすら来ない。あら。そうってくらいもう嫌いになっちゃったらしい。ゆうちゃんのこと？うん、
もう本当にショールームとかも映ってくれないし、別に部屋にすら来ないもん。あらまあ悲しい。だから卒業したらマジで1ヶ月くらい家にいないと。1ヶ月くらい家に帰るんだったらそのタイミングで行くってのもありだね。そうだね、うん、うん、なんかほんと岐阜タンメン食べたことない人マジ食べた方がいいよ。岐阜行ってほらほらほんとにそんくらいマジで美味しい。人生損してるよね。うん、本当に後悔するよ。岐阜タンメン食べないと後悔するよ。なんかゆうちゃんの力で東京に出店させてほしいよね。えマジ岐阜タンメンスポンサーになれないからもうどうしてでもさ絶対毎回そう投稿するときにタグ付けはするの、うん、でなんか岐阜タンメンの人からいいねとか来るんだけど、うん、そこで終わっちゃうんです。お仕事に疲れない。東京にねポップアップとかでもやった方がいいですいや本当に岐阜タンメンの公式スポンサーとか待ってます。うん、で魅力語りますんで。え沖縄そば食べないぐらい損してる。本当に本当に。いやでも本当に沖縄そばも美味しい。大好き沖縄そば。マジ沖縄料理屋行きたいもんね。あリラのさリラん家には大量の沖縄そばあるよ。え食べる明日食べる。明日食べる。食べな。食べなって食べよう。やったー。じゃあもう明日のご飯沖縄そばでいいよ。あ、フーチャンプルも作ってあげるじゃん。最高、いいの作ってもてなしてくれるよ、めっちゃ。もてなすわ。うん、じゃあちょっと早いけど先に、わかんない、先に誕生日ケーキでは食べる。ちっちゃい人買っちゃう。うん、食べようよ。そう、私たち誕生日同じ日なんで。そう、3月30日ね。え、そうじゃん、もうすぐじゃん誕生日。あ、そうじゃん。そうだよ、もうすぐだよ。やった。じゃあもう沖縄料理が食べれたということで、もう私は嬉しい限り。フーチャンプルーと沖縄そば。お、ありがとうリーラーリーラーが作ります。でも作ってるとこから配信してもらおうかな。いやもうねリラの得意料理フーチャンプルーだから、うん、確かに。でもキーちゃんのフーチャンプルー、あの人参が火通れば美味しいなんか悪口やろ今のちょっと悪口やろ一回あったんだよね、フーチャンプルー作ったけど、人参が一回の時なんかキッチンがもともと狭かったから仕方ないんだけど、もうなんかキッチンぐっちゃぐちゃで帰って公園から帰ってきたらもう作った残骸でキッチンぐっちゃぐちゃって人参の残骸えぐかったよね。うん、えぐかった。でもね大丈夫、今のねリラの人参は結構進化してるからマジで柔らかい。柔らかいっていうかなんか火通ってないことはない。本当細く切ればいい、うん、人参。なんかねあのスライサーで切っ、スライサーじゃねえピーラーで切ってるから大丈夫。ああなるほどね。ピーラーって伝わります。これでしょ、シャーってやつでしょ。そう、うん、ね待って、アクアパッツァ懐くない？アクアパッツァってコメントできたけど夏にマジでなんか何食べたいって聞かれてリーちゃんから珍しいじゃん。うん、何食べようかなみたいな、アクアパッツァ食べたいって思って公園から帰ってきてアクアパッツァ作ってくれてるのめっちゃおもろないえでもあれ割と美味しかったんだよ。え美味しかった、美味しかった、ちゃんとプロ。そうちゃんと美味しかったんだよ、あのアクアパッツァ。1回しか作ったことないけど家で食べた、人生で初めて食べたかも家でアクアパッツァ
店でも食べたことないかも。あれが最初で最後のアクアパッツァかも。また作ろうアクアパッツァ。お前なんか飛び散りそう、危ないよ。やめなさい。美味しかった。でも美味しかったよ。懐かしい。あったね、そんなようなこと。いや、そうだからこう喋ってくば喋るほどね、いっぱい出てくる。ねえ待って、思い出した。いやさ、ゆうちゃんのさ、あの肉じゃが食べて号泣してたことあったよね。違うよ、酢豚だよ。あ、酢豚か。喧嘩して帰ってきてでもなんか酢豚は作ったんだよね、確か。うん。え、なんだっけあれ、なんだったっけ。なんか多分喧嘩かなんかして、うん、でなんかゆうちゃんが作った酢豚捨てるみたいな。あー言ったわ。そう、もう食べないならいいよ、捨てるからって言って。そう、うん、で結局捨てるってそう、もう食べないなら捨てるみたいな。で捨てるのは違うでしょみたいな言って喧嘩が始まって、でも2人とも疲れて喧嘩することに。あ、そう、もう疲れちゃったんだよ。そうで、リラがお腹空いたからなんか玄関で玄関でちょっとしゃがみ込んで酢豚食べてたらなんか泣けてきたっていうそう、めっちゃ大号泣して酢豚食べてるの可愛くないそうめっちゃ泣いてる美味しいって言って。そう、美味しくて、なんかその喧嘩した後の酢豚がめっちゃ美味しくて、うん、そうなの。なんか酢豚ってさ、なんかその酢豚の調味料とか使わず、本当一から作ったの、自分で調味料を合わせて、うん、なんかと揚げてみたいなのして、うん、本当に一から酢豚を作ったから。うん、カップ食べながら大号泣して、そう、リラが泣くことってあんまなかったけど、なんかあんまない。酢豚だけは泣けた。そうだ、美味しくてそうだ思い出の酢豚すぎない。うん、懐かしい。おもろいわ。なんかでもカメラ見てるとさ、うん、なんかコロナの時にさ、会えないからずっと LINE してたじゃん、うん、なんかそういうののスクショとかある。え、リアも残ってるよ。残ってる、うん、いや、あった気がする。めっちゃ電話してたよね。してた。だからなんか寝落ち通話してたよね、ずっと。うん、ほぼ毎日してたかも。懐かしい。いや、めっちゃあるカメラロール写真。リラのカメラロールにはゆうちゃんに喧嘩して、あの全部消されたのでないです。大喧嘩して、もう大喧嘩して全部消されました。写真撮っとかないって全部消さしました全部消されました。懐かしい。リーちゃんが誕生日の時に来て、 目の中に真っ赤ななんか血の塊で来てる怖いよこれ。見せていい、ちょっとファンの人に。今いいよ。グロが注意です。ほら、怖くない？何これ、マジで。猫アレルギーなのに、そう、ゆうちゃん家にずっと居候してたから、はい、ストレスでできたっていう。怖いよね。でも痛くはなかったんだよね。そう、めっちゃなんか、そうだから猫、そう、猫アレルギーなんですよ。懐かしい写真ばっかいっぱいあるよ。え、なんか待って、昔のさ、LINE 恥ずかしくて見れないんだが。見ない、もうそういうの見ない。え、見ない。
おもろ。明日2人で思い出の写真とか探そう。じゃあゆうちゃんの携帯にしか入ってないから、マジリラの携帯にはない。あげるよ、欲しいなったらあげるよ。マジでない、本当になんか見事に思い出がない、この携帯に。喧嘩して消す。おかしい、写真消すの。見事にないです。だってさ、うちらパスワード同じだったもんね。うん、そう。リラ、今でもパスワードそれだよ。え、そうなの？うん、今でもずっとそれ。覚えてないかもしれんけど、プリクラみたい。家の近くにプリクラ。プリクラ？うん、なさそう。プリクラ？プリクラいっぱいあるよ。うん、え、家の近くに？家の近くにプリク…あ、リラの家の近くにってこと？あ、そうそうそう、リラの家の近くにプリクラ屋さんです。あずれちゃんタワーありがとう。嬉しい。桜撮ってる。ありがとう。今日はファンレターで、ファンの方の顔を見てちょっと泣きました。恒例行事です。でも今日のポジションはね、下手にそんな行かなかったから、ファンレターの時にすいません。かずねちゃんの顔も見て泣きました。ありがとう。いや、ないな。ない。上野や、上野。やめて、その上野っていうのバレるから。でもさ、プリクラもめっちゃ撮ってよね。なんか今たまたまさ、プリクラいっぱい入れてるのがさ、横にあるんだけどさ。うん、そういうこと。プリクラケースから探してくれてるんだ。めっちゃプリクラ撮ってる。なんか出かけるために撮ってた記憶はあるよ。いっぱい撮ってる。ごめんなさい。ゆうちゃんとさ一緒に住んでる時、リラがめっちゃ女の子なんだよね。うん、確かに。なんかめっちゃおもろい話もう一個あるわ。何？で、岐阜さ泊まりに来てさ、最初、東京から来て、うん、で、りーちゃんが沖縄帰ってさ、うん、なんか最後の写真送ってきてさ。最後？どっち？最初、財布、うん、どっちが可愛いと思うみたいな、うん、言って、なんか柄がついてるやつと白のやつを送ってきて、りーちゃんが、うん、白の方が可愛いと思うって送って、りーちゃんが買うのかなって思ったの、うん、そしたら送ってきたの、りーちゃんが財布を、うん、お誕生日おめでとうって。うん、で、私が可愛いって言ったやつと逆の方。え、そうだっけ？多分勘違いしてたんだよ、りーちゃん、多分。分かんないけど、多分、うん、逆の方言った気がする。これ話したことなかったっけ？したことあるよね。あるっけ？そうだっけ？逆送ってきたりら、あれ逆だったんだ。そう、まあでもありがたく使いましたけど。いや、違うんだよ、あれ送ったじゃん、どっちが可愛いと思うって。で、こっちが可愛いと思う、分かったって言って、もう一回買いに行ったらなくなってたんだよ、それが。あ、そういうこと？だからか。なくなってて、なくなってる、やばいと思って、うん、
もう一個の方を送ったっていうね、だった記憶。ありがとう。でもね、あれの方が可愛かったよね。いや、いい、どっちも可愛かったよ。かっこいいなぁ。なんかいや、私の携帯には写真がいっぱいあるから、はい、宮里さんのにはないんで、ちょっと明日はね、はい、ゆうちゃんの方から。そうですね、カメラロールぜひ見てもらって。うわ、懐かしい。アプリクラいっぱいあるよ。ほんと、うん、うわ、なんか思い出に残ってる LINE スクショしたんだけど消したのかな。記憶にない。トーク履歴別に消してないよね。いや、あ、わかんない。エリル LINE 消した気がする。あー、消したわ一回。じゃあないかもね。リラだよ。すごい、なんか宮田とリラびっくりマークハテナって来てるコメントで。宮田とリラです。いや、懐かしい写真いっぱいあるよ。そろそろ配信終わろうかなと思うので、はい、一旦電話も切れてもらってもよろしくて。はい、また明日。うん、ちょっとまた連絡して。また連絡しますね。いいよ、おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。リラちゃん、リラちゃんのファンの方、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうちゃんのファンの方も、じゃあまた明日。おやすみ。バイバイ。バイビー。ってことで、服部ゆうちゃんでした。すごい、1時間ぐらい電話してた。そう、ゆうちゃんが明日泊まりに来るかもしれないということで、今ゆうちゃんと住んだらどうなるんだろう、結構気になるかも。あ、リラがかけた。ゆうちゃんから電話かかってくることはない。よいしょ。ですかね。2014年にイギリス人の F1 ドライバージェンソン・バトンさんと結婚しましたが、11時、だっていいの、だってじゃないわ。11時ですね。ゆうちゃんと一緒に生活して、お互いがあのガキすぎたから、あのうまくいかなかくって、まあ、最終的にはあの離れましたけど、なんだろう、二人とももうちょっと大人だったら未だに一緒に住んでたのかな、どうだろう、わからない。でもね、卒業したからね、私が先に、なんかその時さ、卒業
した発表をした後くらいに、なんか何件か DM とかでなんか卒業発表したんだからなんか一緒に住むのはどうなのみたいな、なんだろうっていう、なんかちょっとランリーもなんか一人立ちしないといけないねみたいな、なんか知らない人からなんだろう DM とか来てたりとかしてって、なんかそれを言われるのがすごい嫌だったんですよ、その時。だからなんかそれとかも言われて、あ、私は一緒に住まない方がいいんだとかっても思ってたから、わかんない、未だに住んでたかわかんないけど、でもなんか意見とかだったらなんか別に気にしないけど、なんか何件か来てたから、そういうのがね、だからどうなんだろうね。でもなんかまずあの部屋がバカ狭かったから、なんだろう、住むならもうちょっと広くて、なんか最低でもリビングプラスワンモアある部屋でじゃないと無理、ゆうちゃんに限らず人と住むのはっていう感じかな、私がね。でもやっぱりなんかね、一緒に住んでた頃を思い出すから、誰かと一緒に住みたいなってのはすごい思うよ、めちゃくちゃ。ほんと隣の芝生は青い状態だよね、ほんと思う。だからなんか同じマンションの隣同士とかで住みたい、もうそれが一番楽。隣同士じゃなくてもいいけど同じ最寄りがいいな。なんか同じ最寄りとかな結構楽かもしれないな。でもなんだろうね、ゆうちゃんはなんか友達でもないし、なんか親友ってわけでもないけど、なんかほんと家族って感じだね。なんだろう、どうでもいい話してもなんか聞いてくれる人ってなんか家族だなって私は思うんですよ。今は全然近所じゃない全然近所じゃない、今は全然近所じゃないんだけど、今はでもなんか親友とはまた違う感覚かな、リラからしたら。そう、うん。
え、家族だとしたらゆうちゃんはもう絶対姉。絶対姉だね。私お姉ちゃん向いてないんで私多分お姉ちゃんとか向いてるタイプじゃないんで、妹気質だと思う。自分でもそれは思う。妹気質な気がする。そう、私なんかでもそんな、なんかその交友関係別に広くないから、ほんとい、なんか同じ人としか絡まないし、いつもまあ私は頑固ちゃんなんでそう、頑固ちゃんとかなんか一回決めたら絶対曲げないから、なんか結構、まあ、あの時は喧嘩してたけど、そういう感じだね。でもね、なんかほんとシェアハウスしたいね、また。ランリーは一応お姉さん、ま、お姉ちゃんだけど、お姉ちゃんって感じじゃないよねあんまり。まあでも明日ゆうちゃんとショールームすると思うんで、明日見てね。何時ぐらいだろうね、わかんない。夜、これトレンチコートじゃない、これ最近買ったジャケット。トレンチコートおばあちゃんにお直ししてもらってるから今ここにない。何時からかまだ決まってないけど、まあ何時からか帰りますね。でもジャケット脱ぐと寒い、やっぱ。と言わせる。パーカーめっちゃ着るよ。パーカー全然着ますよ。今日はね、これ新しく買ったばっかだったから着てるけど、なんか基本なんか自分が出かける時とかの自分だけしか、なん自分人に会わない時で出かける時、なんかお買い物とか、なんか自分の買い物とかはなんかおしゃれしなくなった。もうほんとパーカーとかなんか着やすい服しか着ないかも。でもね、ずっとでも今ヒートテック極暖着てるもん。今日ずっと極暖着てた。
もう楽な格好しか勝たんね。なんか私なんかほんと服いっぱい持ってんのに、なんか同じ服しか着てない基本的に。けどやっぱりなんかね、仕事柄こう服を新しく揃える機会が多いから、ほんと一回着ただけでももう着ないみたいなのとかめちゃ多いかも。え、暑くなかった？私結構寒がりだから、なんか暑くなくてもん？暑くても暑くなくてもヒートテック絶対着る。という感じです。ほんと寒がり私は。だからさ、そうやってすぐ調べないの。すぐ調べるからあんまりどこの服か言いたくなかったのにでもね、やっぱ展示会とかそういうところでゲットしてるんで、まあ定価よりかはっていう感じですね。ランディ胸元にリボンがついてる可愛い気がする。え、よく知ってるね。そう、私なんかリボンこう自分で結ぶやつめっちゃ好きなの。リボンついてる服超好き。これはついてないけど、リボンのやつをめっちゃ持ってるね。エクステ取った。すごくね、身軽です。あ、そう、チェックとリボンはすごい好きですかね。明日って暖かいっけ？暖かいね、割と。元カノっていつまで返却可能？だからなんだって話じゃなくて、そんなこともあるよなってことで、意外に忘れてないもんだね。わだかまり。だからこうやって言いたいけれど、何を今更語ったことで、なんとかかんとかかんとかかんとか昔話。何度なの？今はね、今14度。もっと寒いでしょ絶対。今14度だって。来るとき寒かったけどな、足出してるから寒く感じたのかな。君が本来がいいとそれなりに幸せだったら、そのままを構いなく、チャン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 。え、もう新曲出てるの？もう AKB の。え、ほんとだ、伸ばしたらいいかな。
すごいなんか疾走感のあるメロディーですね。春っぽい衣装めっちゃ可愛かった。すごい。なんかあんま AKB っぽくないですね。なんか今週の土曜日トールとカオル出ます。多分私で1時間じゃない、私で30分だと思う。衣装かわいい、あれが見たい動画が。あ、そう、あのレゴランド、お台場にあるレゴランドに行ってきたんですけど、今回は3月25日かな、3月25日にオンエアされます。久しぶりじゃないかな出るの、多分トールとカオル。私2月は出てないから久しぶりですね。久しぶりです。見てね。なんか歌おうかな。イヤホンどこ行った？やばい、部屋片付けないと。歌えるよ。今日は何食べたっけな、今日はセイナとご飯食べてたんだけど、肉ユッケ食べた。桜ユッケ。最近どんな曲聴いてますか？
最近のリラのおすすめの曲はね、あるよ、ちょっと待ってね、なんだっけな、ボカロ？ボカロ？ボカロ？なんで今3回言ったんだろう。マフマフって知ってますか？マフマフさんの人狼ゲームっていう曲と、最近よく聴いてるのはと、あとはあとなんかボカロ、とあとはパペットマペットっていう歌があるんだけど、パペットマペットっていうのをめっちゃ聴いてます。あとはアップルミュージックにあるやつだったら、あと東京スカパラダイスオーケストラの、これいや漢字わかんない、これなんて書いてんだろう、これなんとか白鳥、なんとか白鳥、牛くんとカエルくんって何ですか。マフマフ、マフマフっていう、なんか YouTube で人狼ゲームマフマフ、あそう、モンシロチョウ、モンシロチョウフューチャリング、あのサウシードッグの、あのボーカルの方、石原さんのやつめっちゃ聞いてるね。あとはインディゴ、インディゴラエンド、あのゲスキワの川谷絵音さんの、あのもう一個のバンドでインディゴラエンドってあるんですけど、それの歌で名前は片思いってやつと春は溶けてって歌があるんだけど、それよく聞いてる最近は。あとはなんだろうな、もう AKB の曲ばっか聞いてる最近は。なんか最近さ、工藤静香さんがさよくテレビでさ歌ってる、歌テレビ番組によく出てたりするじゃん。それでさ、なんか聞いて、なんか目と目で通じ合うかすかに色っぽいっていう歌あるじゃん。なんかそれなんか何かで聞いて、なんかハマって、なんかたまに聞いてる。なんだろう、最近はこんな感じかな、聴いてる曲は。よくあ、そう、誰も見てないなんだったって恋をしようよ、よくあんなことで聞いたよねってやつ、あのスカパラのやつは。え、でもわかんない、私寂しくわかんないよ、あの工藤静香さんのやつは。まあ、なんかこれはちょっと歌えるようになりたい。歌ってみるか。あれでしょ、なんだっけ、隕石の確率でしょ。あの、分からん分からん、ちょっと勉強しておきますね。昭和の曲めっちゃ、もうスピッツとか大好きよ私。なんか最近よく聞いてんのは、なんかこれもなんか TikTok かなんかでかな、なんかジャンヌダルクっていうなんかバンドの曲、一曲しかわかんないけどたまに聞く。あ、今日あんま喉